やってやるぜ。待たせたな。こっからは俺たちに任せとけよ。半兵衛の仕業か。ラッキーをかばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたけど、だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援護を頼んだんだ。ただここまで味方がやられちゃうとはね。正直ちょっと想定外だったかな。呉と北条から援軍に呼んだりだ。さすが竹中半兵衛ですが、これも計算のうちです。うわ、策が生まれたんだ。まあさすが諸葛亮さんってとこかな。敵は下から流れ入る。岩を落とせ。敵の進軍を食い止めよ。お、なんか始めたみてえだな。よし、あいつらの策に手を貸そうぜ。面目ない。知略に溺れた結果にございます。感謝のしようがございません。この戦ぶり、手本といたします。ささか重さでは。館様。おいおい、なんだ、幽霊でも見たような面しやがって。お手を煩わせてしまいましたね。見事なご活躍。一家天道家が。策はなくて。勘兵衛殿、お見事。それじゃ、俺もやってみるだろう。やっほー。さて、俺らも行くか。なんだこりゃ、村が…戻ってくるのが遅すぎたか。死の恩人によくも。誰だ、誰がやりやがった。思いもつさあ来て、本当の地獄はこれからよ。ヤッホー。そう、あなたたちがダッキに協力しているのは何を考えているのか、じっくり聞き出している。話し合いは望むそうもない。ならば多少の荒事も致し方あるまい。あ、そういうこと。面白いね、あなたたち。一段と冴えておいでですな。さすがさすが、大変なご活躍。俺もおこぼれを頂戴したよ。この身、朽ちるまで戦う所存。さて、こんなものでどうだ。よかった、うまくいきましたね。今なら向こうの人たちがひるんでます。
なるほど、そういう系か。私たちを野党か何かだと疑っているらしい。野党だと？まったく、それがとばっちりだぜ。もっと早く戻ってくれ。そしたら村を守れたのによ。出なさい。やっほー。続けて鉄砲隊、出なさい。さすが光秀殿、陣立てと傭兵が音楽のごとき美しさ。今が好機です。撃って出ます。お見事、さすがの働きじゃ。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。感謝いたす。その戦ぶり、手本といたします。思いも強え。その首、いただいた。聞かざるを得ぬか。強い殿ではありませんか。なぜダッキなどに手を貸しているのです。この地で、信長様に報告しなくて。これは飛んだ集体よ、面目ない。おお、見せつけてくれますの。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。何故ダッキに組み過ぎて、その真意を伝えましょう。私が歩兵部隊、今です。少々稚拙な罠ではありますが、この戦術を稚拙だと。諸葛亮、やはり奴は恐ろしい男だ。恐ろしいっていうより嫌味な野郎だな。どうにか鼻を明かしてやりてえもんだ。おお、一段と冴えておいでですな。負けてねよ。私が行こう。我が魂、今こそ披露せん。受けてみよ。よかった。おお、ショーカ、元気そうだね。上、ありがとうございます。諸葛亮、ここは引いてもらう。覚悟せよ。周囲殿、ラッキの還元に惑うと思われますが、何か考えがあると見るべきでしょう。周囲と消えよ。
次こそ我が知略でお前を倒す。敵将討ち取ったり。悔しい、引かねば。なるほど、劉備殿、家康殿に報告する必要があります。よっしゃ、俺たちの勝ちだぜ。無事敵を退けられたようだな。よっしゃ、いい戦だったぜ。